どうもこんにちは。ゴールデンウィークも新機体で成し遂げたいオンドレアスです。さあて GW の新機体は、ドムとてこういう迎答はできる。はい、高ドムでおなじみ、ドム高速実験型ですね。別ゲーだとドム高機動試験型という名称だったので若干の違和感。めっちゃレアリティさんでるやん。違う違う、高ドムはレアリティになんだ。今回も新速の引き、疾風の安でございます。ありがとうございます。疾風の安がコードムで駆け抜けるバトーペ、始まるよ。ちなみに私疾風の安の他に鬼引きの安、エクスプロージョン安など様々な通り名を保有しております。今回のこちらの編成はコードムが3機に末族、合社にデジムというなかなか攻めた編成。通常初動は谷を挟んで牽制合戦になるのですが、戦い方も攻めてますね。ゴリゴリ行くやん。Y も混ぜチクリー。コードムの強みはこの圧倒的スラスター速度から繰り出す、無慈悲の強制戦闘格闘。N 角でも横角でもダウン属性が付与されており、N か横から鳴らした追撃でコードムダンシング部内、スラスピの速さはバズ角可能距離の長さ、さらに N 角の発生が結構早い。ああ、これはやってまいましたな。完全にカウンター取れるタイミングだったのに。まあ言うてアーマーはまだまだある。まだ合わせる時間じゃない。あ、あれ、たくさんあったボクチンのアーマーどこ？ここ Y のコードムが、撤破される速度も疾風。これぞ疾風の安。レーダーに感あり、変態カラーのフリッツヘルムです。そのヘルム叩き割って視野に入れてやるぜ。猶予は少しあるので、追撃の下角は落ち着いて確実にストライクショット。コードムの足から逃げれるかよ。ここで光るのがドムスーパーフラッシュ。すれ違いザマフラッシュ。これならば万一外しても反撃を受けにくいオシャレ小技からの強制転倒横下角コードムダンシング部内。どっこいしょー。いい感じ。スピードと比較的当てやすいダウン格闘。そしてバズーカ。速いがゆえに攻めやすいし、マニューバーアーマーも溶かされにくい。行くぞルゼガー。ジェットストリームダンシング部内。俺を踏み台にした。あ、ごめんなさいよ。ダッシュも速いですが、通常移動速度も145とかなり高く、オッキョード爆撃が来ますね。爆撃の雨すらかわすこの速度。おやおや、あれはもしやリクガンウェポンラック、支援機でありませんか。カウンターを許さない高速で迫りクルドムに恐れおののきガチャウンを差し出すがいい。横しただけで11,600ぐらいのダメでしたね。まあまあ出るやん。オルテガが撃たれたら俺が突入する。今のはハンマーということはガンダム。お前もガンダムか。マニューバーアーマーもない機体でガンダムは敵、倒すべき敵。緊急回避を逃がさないか。火のスーパーフラッシュ。しかしこれはコンボが早すぎて格闘が追いつかず、機体がついてこれていない。言い訳。くぅ、弾き合ってしまったか。これはまずい。あらーい、フリートさんそれやっちゃってるね。遠慮なくコードムペロペロの前。よろけたがガッシャンダムが邪魔で追撃に来れない。これが連携の大事さ。そして強襲だからと甘く見ると痛い目を見るのがこのコードム。思い知ったか。これが連携の力。イフリートどうするかな。やっちまうか。スーパーフラッシュ操作。さあどう出るどう出る。緊急回避。これはいただきやす。カットが入りましたが何のこれ式。N だけでもねじ込むぜ。そして少しでも粘って相手のアーマーと時間を消費させるのだ。フラピー。カウンター前に N 格闘が陸岸に入ってるのでよしとしましょう。戦況はそこそこ負け。機体3機分ぐらい負けてますね。しかしここからまくり上げるのが強襲マシマシチームの底力。なりきんフリッツヘルムペロリンチョタイム。ペロリンチョもいいけどマッシュがピンチですね。けだしいたす。とにもかくにも強いなと思うのがこのフラッシュダウン確定格闘。有効距離もご覧の通り長く、フラッシュ当てた時点で大ダメージと長時間の拘束を約束。ドムやタのドム系だとダウン属性がついてないから抜けられるんですね。あかん、ちょっとまずい状況。なんだか囲まれてきてる気がする。でたなりきんクリッツヘルム、この野郎また立ちはだかるか。ナイスデザートジム。
そのまま持ちこたえてくれればあとはワイパで、デジムなんてことしやがる。デジムがくれたこの無敵、なりきん速達でお届け。どうだこの大ダメージ覚醒コンボは、緊急回避がレベル2でも出す時間を与えなければ関係ないね。なんでもいいんだけどカメラの端でマッシュとオルテガがバリアブルコンビネーション決めてますね。アンク確認したところリクガン君は言い伝えておりました。この機体スラスタースピードだけじゃなく、スラスター量も多く、65という大容量。さらに強制噴射装置レベル2があるためかなりダッシュを付加し直せるんですが、それでも高速で戦闘しているとスラスターカツカツなことが多く、強制噴射装置はあまり使いたくないですね。エグゾム機体ぐらいのスラスター量や、宇宙なら話は別なんですけども、クリッヘルムーン、あ、よく見たらヤバい囲まれ方してる。これが最後の出撃、持ってくれよ俺のセカンダリータービン。38秒しかないのに結構負けてるじゃん。守ってる場合じゃねえ。今こそコードムの機動力で敵を刈り取るとき。ナイスガッシャンダム。その大よろけ。このコードムは見逃さない。迫り来るフリッツヘルム。だが俺は止まらないと思ったけどめっちゃ止まった。助けてガッシャンダム。さ、今必殺のコードムヒートランサーバタフライパンサー。ミリ残りなのに強気なプロガン。どうやら覚悟はできているようだな。天中でござるよプロガン殿。まだ届かない俺たちの思い。もうみんな攻め立てるのよー。ラスト6秒。フォーメーション NASITOG。なしとね、最後の1秒まで舞い上がれ俺のヒートランサー。成し遂げたぜ。わずか5ポイント差、グッドゲームでした。これが俺たちの、コードムの力、なかなかいい機体、もう一戦行ってみましょう。あばばば、お使いのモニターは正常です。敵のジャミング妨害ですね。圧倒的スラスピからの中継確保。中継確保は強襲のお仕事を。そういえば圧倒的スラスピとか言ってるけど実際どんぐらい速いのか見てみますか。ということで検証してみたよ。まずは全ての母なる機体汎用ガンダムくんと比べてみるよ。当然といえば当然ガンダムくんを圧倒する速度だよ。わかりやすく数値化してみるよ。速度100のジム砂歩行を 2.10 倍速と同じ速度だったので、コードムのスラスピはおおむね210、1回と同じぐらいの速度。あれ、あんまりやな。到着早々もらったと思ったけどスーパーフレンドリーファイアでしたね。申し訳ねえ。この気まずさはプレイで返す。一瞬で返しますからね。その目に焼き付けるがいい。まずは敗北にバズーカ。辛いー。フレンドリーファイアツバメ返しいただきました。ほらね、一瞬で気まずくなくなったでしょ。狙いますは前方のジュアップ。また出た。変態フリッツヘルム。どこまでも俺の前に立ちはだかるつもりだな。タックルを消費したの俺は見たぜ。汎用すら叩きのメスコードムくんのポテンシャルにひれ伏せ。惜しい？ミリ残りか。このままジュアップの花も叩き切る。止まるかよ。何やらポカからも射撃食らってる。タックルいただきました。ここからはコードムの一人舞台だぜ。今必殺のコードムヒートランサーバタフライパンサー。かなり削れましたね。初動はいかん。なにこいつレーダーに反応なかったぞ。スレイブレイスか。しかしそのカバーがアダになったな。助かると思ったジュアップがのこのこ来てくれたぜ。あれ、死んでる。さて視聴者お待ちかね、コードムの最大パフォーマンス発揮出力全開を見せしましょう。まずはめっちゃ速いわけでもないそこそこな速度で前を詰め、ロックオン、ロックオン、あのアットザクを成敗してご覧に入れましょう。食らうがいい？高速マニューバーアーマーダッシュから振り出すスーパーフラッシュ、くら寿司のごとく流れるようなフラッシュ格闘、モンドセレクション最高金賞。はい。この場面なんですが注目すべきは即キャンセルするとオーバーヒするのでタイミングを見計らったキャンセルによるブースト管理。ここ最高金賞いただきました。さらにここからがコードムの見せどころ。顔面エグゾムで追いかけてくるアットザクを寄せ付けない巡航速度。目にも止まらぬコードム。スーパーフラッシュの準備が整いましたね。汎用機ではタイマン絶対勝てないということを思い知れー。高速マニューバーフラッシュの前には汎用機はなす術はなし。下にジュアップがいましたね。
このまま行きましょう。やばい、アクト族が顔面トランザムしてますね。追いつかれる前にやれるか。フラッシュはリチャージ中か。さあタックルを出せ。勝った、確信。早い、このスピード、やはりトランザム。ジュアップは味方フレンドリーダウンなので無敵時間はないわず、まずはバズで動きを止める。あっあっあっ、思ったよりもバズが遅い。あかん、もうここまでか。最後のあがきも空振り、下に降りるまではめっちゃ良かったのに降りてからグダグダでんがな。ふぅ、いっそ楽にしてくれ。結果論ですが、アクトの始末してからジュアップに行くべきだったかも。どけどけー。そこそこ早いコードムの通りに、バズをわざと外して油断させてからのカッパ一刀両断。落ちる前に決める。珍獣ゲットだぜ。危ない危ない。もう少し遅ければ滑り落ちてましたね。私のバズの射角に入った時が貴様たちの命が尽きる時。警戒してますね。しかしそこは動かざるを得ないわず。ここだ、疾風の急降下安。この距離でも緊急回避を許さない。圧倒的コンボ可能距離である。やりますねこのブフブエディ。心の中で不満って言いながら振り下ろしたのに、緊急回避でフレンドリーファイアをかわすとは、これは技前。おっと逃げるようですが、無敵時間ギリギリでぶち込んでやるぜ。いやー、何この人を。アクト族に夢中で気がつかなかったんだぜ。ブフブエディの鬼のようなカッティングで助かりましたね。しかも追撃もしっかり2弾当ててるな。ブフブエディで追撃2弾当てる人ってめっちゃ少ないよね。ブフブエディも頑張ってるし、俺も頑張らないと。ジュアップ&アクト族との2対1リベンジマッチいきます。まずはジュアップをパオーン。最初期カウンターでこんにちは。くらえ、弱カウンター。仕上げもきっちりこなすのがコードムのお仕事。なんかダウンしたけど気にしない気にしない。勝てばいいのさ。手前の敵よりも奥の敵が気になりますね。今行くぞ。コードムのカバーに駆けつける速度を侮るな。おやおや、脚部から電流走ってますよ。ナイスコンボ。そのまま上の味方も援護だ。完全に裏取れますね。このチャンス逃してなるものか。ダウンいただき、行くぞ行くぞ行くぞ。今必殺のコードムヒートランサーバタフライパンサー。また緊急回避でかわしてる。半端ねえ。さて、あとは隠れて終わりかな。ちょっと顔出しただけでやられそう。あばばば、ジャミングやめろやめろ。これがワイの、ラストシューティング。はい、コードムくんでした。ダウン確定コンボの有効距離の長さとマニューバーフラッシュで詰める速度。この二つがこの機体最大の武器かなと思いますね。強い、という印象でした。それでは今回はこの辺で。